と申します。はじめまして、よろしくお願いいたします。ピストルさん主催の、フェスカフェ、お邪魔させていただきます。初めましての方がほとんどだと思いますので、だいぶ緊張をしております。普段は緊張しないんですけれども、ガチガチなので、ぜひ温かく見守っていただけたら、大変光栄に思います。私は、本業ベーシストをやっておりまして、普段はこういろんなソロアーティストさんのサポートですとか、そういったことをやっているんですけども、その中で自分の活動を始めようということで、ソロ活動を始めました。自分で全部やろうということで、作詞作曲、編曲、あとはレコーディングなんかも全部自分で演奏して自分で撮ったりとやっております。今日はオリジナル2曲と、おそらく皆様が知っている楽曲2曲、をやりたいと思いますので、なかなかこんな、先生は見ないかと思いますので、ぜひ見ていっていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。では、今ちょっと流れていましたが、オリジナル曲、ベースインストということ、形をちょっと自分で発掘しました。ベースをバシバシ、弾いていきたいと思いますので、弾いてください。オリジナル曲のグレイリーという曲です。そしたら見てみたら iPod がピーピーってずっと鳴ってて、電池切れですってなって、あ、充電しなきゃと思って、いくら挿しても反応しなくて、要は壊れたと。ライブ当日に壊れるかと
思いまして、スマホにデータを入れて、やってまいりました。で、ちゃんとね、準備も悪いので、準備不足なので、スマホもちゃんと充電してなくて、すごい短いケーブル、ダイソーで一番売ってる、一番短いケーブル売ってる、ダイソーで売ってる一番短いケーブルで、それでやってるので、なかなかこう、不手際が起きて大変申し訳ございませんでした。はい、ライブの当日なんですか、今日も実はライブいっぱいちょっとあって、3軒はしごしようと思っていて、この前に1個やる予定だったんですけど、まあ、ちょっと飛び入り制みたいな感じがあって、で行ったんですよ。そしたら主催の方が体調不良で今日はやめます、やりませんって言われて、まあそれはなんかこう知り合い同士の Facebook とかでは言ってたらしくて、意気存しました。場所が湘南台なんですけど、はい、行きましたね、湘南台。朝でちょっと時間もギリギリだったんで、一番にやりたいと思って、普段しない早起きをして、来たんですけれども、やってないと。運が良かったことに、その店主、主催の方 のお友達の方が車でさーって来てくれてとか、来て今日やんないのかなって言って、でそこで電話番号してるから電話してあげるよって言って電話してくれて、今日やんないのって聞いて、うん、いや体調不良でやりませんっていうふうに知れたので、もしそれがなかったら30分ぐらい寒い中ずっとガクガクしながら外で待ってたので、なんとかそれだけはこう良かったなと思っております。ということで今日2軒目参りました。東戸塚はですね、はしご酒ライブ、9月のはしご酒ライブも出させていただきました。ちょうど1年前に西口の方でも出させて、戸塚ストリートライブっていうのがあるので、そちらで出させていただいたんですけど、それもまたちょっと苦い思い出というか、ちょうど1年前の今日というか、この時期に出させていただいたんですけれども、大規模な電車遅延、なんか河川事故とかあって、記憶に残っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、横浜駅まで行けたものの、横須賀線が動かないというふうなことがありまして、どうしようどうしようと、でバスはないのかと思い探したところありましたので、乗ろうと思ってきました。ただ、電車だと横浜と東戸塚間って 8分ぐらいで着くみたいなんですけど、1時間ちょいバスでかかってきました。そんな、ちょっとね、苦い思い出もある場所にまたね来れてよかったなと思います。ちょっと話長くなって申し訳ございません。では、次、皆さん知ってる楽曲をちょっとやりたいと思います。アニメのテーマソングを自分でコケを作って演奏してみたいと思います。このアニメはですね、ルパン三世と名探偵コナンのテーマソング、どちらも同じ方が作曲されている楽曲なんですけれども、ちょっと好きなのでやってみたいと思います。ではちょっとお待ちください、聴いてください。
自分が嫌いで言うのは簡単、自己
はどんな、それは自分に甘いだけさ。